豊川市江島町の農園では甘みの強いトウモロコシの品種のゴールドラッシュなどが栽培されています。収穫作業は2人で行われ、トウモロコシを一本一本手作業で茎から外していました。今年は4月の日照不足などから例年より10日ほど収穫が遅れましたが、先月以降天候が良かったことから例年通り甘みの乗ったトウモロコシが多くできたということです。収穫作業は来月中旬まで続き、この農園ではおよそ18トンのトウモロコシが市内の産直市場などに出荷されます。